4月25日1日の取引がありました。日経平均株価は昨日に比べて26円と55銭高 28,620 円と7銭でした。日経平均株価は小幅ではありますが続伸しました。トピックスは 4.81 ポイント高の 2042.15 でした。プライム全体の 58%、 1079銘柄が上昇しました。全体の 36%、 666銘柄が下落しています。マザーズ指数は 2.99 ポイント安 0.4% の下落でした。日経平均株価冷やしチャートです。日経平均は 28,500 円、600円のあたりで持ち合いが続いています。今日もこのレンジのところを上抜こうとトライしたんですが結局上抜けずということで上髭のある陰線で終えています。ただ終値同士を比較すると昨日よりは上昇で小幅ではありますが続伸、26円と55銭高で引けています。特段レンジを上にブレイクするような強い材料もない代わりに下にブレイクするような弱いネガティブ材料も出てこないということで東京市場28,500円から8,600円あたりで値固め状態というのがこの1週間程度続いています。こうした中でもろもろ今日はニュースフローで動いている銘柄が散見されました。6503の三菱電機ですね。こちらは車関係の製品作っていますが、不採算事業であるところからは撤退するですとか分社化して撤退するなどという報道が出てきました。これを受けて会社全体の経営効率は改善するんではないかと、そうした思惑もあったようです。今日は窓を開けて上の方向に跳ねまして高いところでは1700円を上回る時間帯もありました。終わり値は53円と50銭高 3.2% の上昇で1683円でありました。また7974任天堂であります。スーパーマリオブラザーズの映画が北米などを中心に人気を博していると、そうした報道ニュースが伝わってきています。これを受けてなんでしょうか。今日も資金が流入続いていまして58円高 1% の上昇でした。今日の東京市場、全体的には大きな手がかり材料がなく日経平均レンジとしては8500円8600円どころで持ち合って、高値では8800円台がありましたが、直近では持ち合い相場高止まりという様相を呈しています。以上大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。